まず団体紹介、メンバー紹介です。メンバー紹介します、はい、伊勢野がメンバー紹介してくれます。はい、はい、まず一番右にいるのが、はい、高梨とわきくんです。そうです、高梨くんです。高梨とわきくん2年生、はい、2年生前橋工業の出身です。はい、はい、とわきくんは一体何かっていうと、そう、とわきくんはね、あの序盤かな、序盤か中盤の時にその糸が始まるんだよね。ちゃんちゃんちゃ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 って曲調が変わって、うん、はい、でそこで2人が交差するんだけども、周りで4人が、うん、周りで4人が上挙してその雰囲気を作るんですよ。でその高梨くんは、フロアの一番前面で上挙するわけ、うん、もうぜひ見てほしいね、このね、下半身のすごさ、一番前での上挙、はい、一番前での上挙、高梨くんの、はい、でまあ、手筋の、ね、伸びようかもすごいんだけど、このね、臀部っていうの、足腰っていうの、もうその盛り上がりがね、すごいの、本当に綺麗な状況だなって思ったので、その、はい、一番前での状況、そう、一番前での状況、あの2人でね、交差するので、ね、ちゃん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 って、はい、そっちを見ちゃうがちなんですけども、ぜひ、高梨君、一番前の状況を注目してほしいなと思ってます。はいはい、さあ合ってるかな、高梨君、どう、あ、そこ見て、そこでいいのかな。はい、次さあ、そしてちょっと動いちゃってるけど、こちらが、はい、高内光三選手、4年生、埼玉栄出身です。唯一の4年生だよね。唯一の4年生ですね、はい、やっぱり4年生チームの中では唯一の4年生、はいはい、4年生っていうこともあって、やっぱりそういうさまざまな見どころを彼は演じてくれるわけ、うんうん、ダブルで飛んだりとか、うんうん、組田の跳躍のダブルも多分高内くんなんですよね。ダブル、はい、で上下肢のトップも高内くん、はい、だけど一番見てほしいのは大会戦の前後で移動するんですよ。ガーって体型移動、大会戦で本当にね、こう大きな移動でフロアが動くような感じがするんですが、なんでそんなに大きな移動に見えたかっていうと、このね、高内光三君、すごいよ、端から端までギャラギャラって飛ぶわけ。あ、そうなんだ、はい、これでいいですか。福永さんのお辞儀みたいです。ああ、そうです。本当ですね。じゃあ、言うことが突っ込みどころが違うね。国士官ですからね。はい、今の形、そうですね。はい、うん、ダブルと組からの飛ぶやつと、はいはい、大会戦上下のトップと大会戦でこの感じでいいのかな。わかんないというわけね。移動がポイントだそうです。あの移動がすごく、ね、大きく見えると思うので、はい、そこはね、光三君の動きだと思ってくれるべきかなと思います。はい、すごいキレがあるんだよね。そう、キレだよね。私実は高校生の頃から、うん、でね、高速ね、ずっと怪我でね、大変だったんだよ ね、うん、ね、なかなかね、思い通りにいかなかったと思うんですけども、ぜひ、その思いをぶつけてほしいなと思ってます。はい、はい、そして続いて丸も優也選手、2年生です、はい、西宮今津高校の出身です。そうね、丸も君はね、短文が得意なのかな。いろんなね、短文の見せ場がありますよね。短文が得意、はい、第一短文の足裏ピターって止まるし、それからね、あ、4連のね、あの4段の交差をするんですよ、うん、で4段交差の最後が多分丸本で、ラストにね、副画で交差して副画でバンって決めるんですね、うん、だからその交差の迫力を一人で一番こうダイナミックに受け止めて、できっちりと締めるっていう役割を見事にやってくれてます。副画の感じが分かんない、はい、でそれで最後、一番最後の組で組からひねりを見せるんだけど、はい、多分そのひねりも丸もくんです。丸もくん、はい、じゃあ短文合ってるかな、合ってるかな、はい、ちょっと後で本当に合ってるのかをちょっとあの、ぜひ教えてください。国士官の皆さん見ていたら教えてください、はい、正解率5割とかね。国士官カップでチームの名前になってた方ですか、はい、そうです、はい、丸もゆうや、あ、丸もゆうや、そうです、そうです、はい、そうです、そうです、国士舘カップのチームの名前になってました、ね、そうです。私何度も何度もお呼びしました、はい、で角田、そして続いて角田志優選手、はい、2年生、同じく西宮今津高校出身です。交差短部が始まる時があるんですよね、うん、で交差短部が始まるので、メンバー全員四方にバーって5人散っちゃうんです、はい、で5人全員散っちゃうと、うん、ま、演技間がいちゃうもんだから、うん、そのまソロパートで、角田、確か多分角田ソロパートで、うん、そのメンバーが四方に散る時間を作ってるのがこの角田君、うん、だから彼のそのね、ソロパートの年を見てほしいなと思うし、うん、ソロパート、あとね、もう一個、光三君の時にもその交差から大回戦、うん、それから3バック入りって言って、うん、すごい移動量のね、大きい演技を見せるんだけど、うん、あので、この角田もその移動量が多いんだけど、3バックに入るところ、3バックに入るところ、左からね、
左側一番遠い距離に3バックの、ね、真ん中までグーって飛んでくるんだけど、3バックに入る、もうそのね最後の一蹴り本当にね空飛んでるよって、空飛んでるって感じ、ね、空飛んで3バックの入りにねフーンって入るわけ、もうその速さと大きさをぜひ見てほしいなと思います、はいはい、3バックに入るところ、はい、空飛んでるよ、空飛んでるよっていう感じですかね、はい、合ってるで、ね、うん、合ってるのかな、はい、はい、そして続いて、はい、前田幸弘選手1年生、はい、科学技術高校の出身、吉村君の後輩だね、そうですね、吉村先生に教わってます、そう、前田君は多分ね足先がすごい綺麗だと思うんですよ、そういう役割なのかなと思って、うん、でこの演技 の、はい、この演技の一番最後締めですね、それは6人が集まって一つのこう造形美みたいなこう山のようなものを作るんだけど、うん、その軸となって足を頂点に見せているのがこの前田君、うんうん、でああ彼がきっとその足先の美しさがすごいのかなと思うし、はい、早く見たいですねワクワクしますって、はい、もう喋りすぎたってあともう一個で4面の、はい、天をやるわけ 4人でその4人の天の時もこの、ね、前田君が左側なんだけど足先はすごい綺麗です、注目してください、はい、足先です、まあね、足先の前田選手、はい、みんな見たでしょ1回ぐらいはって、それでちょっとごめんね下向いちゃってるけど、最後藤井隆也選手3年生ですね、盛、はい、岡市立高校のご出身です、はい、藤井君は最後の組の土台をやったりとか、うん、多分その土台っていうか強さがあるのかなって気がしますね、大きいんだよね、はい、組の土台やってます、うん、で、でもその中で一番すごいのが、うん、胸後半と大回戦、胸後半、はい、そこのね腰の深さは彼が随一です、胸後半、はい、胸後半でグーって沈むの、胸後半これでいいの感じ、うん、そうかな、はいはい、であと大回戦ね、胸後半大回戦っていったところの基本都市の腰の深さ、ね、前田君が足先の美しさであればこの藤井君はね深さの美しさがあるかなっていうのが僕の予習の成果です、さあ先生喋りました、皆さんお付き合いありがとうございました、はい、藤井選手は胸後半大回戦が、はい、分かんない旋回の線です、はい、すいませんはい、はい、ということで、はい、見たいと思います、高梨君の状況を注文してください、まず最初移動料とかいろいろ見事ここがいっぱいあります、はい、ね、はい、皆さん大変お待たせいたしました、はい、それではあの斜めからの映像です、はい、斜めか、あまず斜めにしようかなと思って最初まっすぐのがいい、いやどっちでもいいけどね、はい、はい、あここ6人がバラバラっと並ぶので、はいはい、長い間お付き合いありがとうございました、本当にご清聴ありがとうございました、よいしょ、あ音出ないよ、最初のオープニングの、ね、見せ場は確か構造君だったかな、ここの後ろだったんですか、ね、やっぱこっちに見えないね動きはね、やっぱ国士官はすごい同調が揃ってて、このバランスがすごいよね、ピタリよく揃ってるよね、ちょっと待って、ここまで高田来たかな、正面かな、いいね、すごい、あ、これもやっぱり行かないかな、藤井君の、ね、深さがね多分行きます、浄化師の戦闘がここでB チームの衣装めっちゃ好きです、あーなるほど、好きです、これ前頭がいいよね、今のね点のところのね、まあ、ジープなしのすごい気がしたね、本当にね、大きいので、ここから
体操の曲だったらどんな曲が好きですか？これも好きですブルーは外せないかな。そうなんどれもやっぱね絆とかそういうのなのかなとか思って、いいですよね、見るのそうですね。ちょっと違うんだよ、ね、あ、そうだね。最後あの B チームの方は絡み合って、うん、は多分インカルバージョン。あ、なるほどね。インカルバージョンなのかなと。なるほど。それまで盛り上がってって言ったもんね、うん、ジャパンね。 A チームの方は、うん、あれジャパンバージョンなのかなと思いました。なるほどね。はい、そう、この下にとってみとってなんかあるのかな。なんか、うん、パチ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 、はい、あ、佐藤くんだ。こんばんは。こんばんは。後輩たち頑張りましたよ。頑張ってる。そうね。さっき僕が永遠と団体の6人個人を紹介したので、うん、正解率をちょっと後でお聞きしたいね。そうですね。ぜひ、いや、そこ違うだろう、ギャラさん。公表をお願いしますっていう感じで。そう、僕の公表への公表お願いしますよね。お願いします、はい、だよね。あ、ひなちゃんパチパチパチって。はいねえ、うん、この曲はやっぱり特別なんでしょうね。そう、国士官にとっての板って何なのかは本当に聞きたいね、うん、はい、聞きたいけどきっとみんなそれぞれ見る人が思うことなのかなと思って、うん、まあそうですね、うん、はい、ねえ、じゃあもう一回今度正面から見ましょうか、はい、ぜひ正面からも一回見てください。正面僕が一生懸命予習した映像です。あ、でも撮ったの僕だ、でも頑張ったんだから、はい、そうだね、頑張ったね。そう、結構大きく撮れたかなと思ってんだけどね。これが一番前がこの3人の一番前が角田くんで、その横で腕を交差してるのが丸茂くん。正解を知らせてください。で後ろでしゃがんでいて今ちょっとよく見えないけどいるのが前田くんで、その4人目にいる一番後ろこの方ね、この方が多分構造くんで、この方が高梨くんで、こちら側で左で座っているのが藤井くんです、はい、あ、そうだね、藤井くん一番こっちにいたもんね。はい、はい、それでは始めまーす、はい、本当に都市揃うし、どう、本当によく揃うよね、綺麗だよね、バランスがピタッとくるし、本当に簡単じゃないかと思っちゃうね、こうやって見るとね。綺麗。あ、で最後に飛ぶのが構造くんかな。ダブルを多分飛ぶのが構造くんのはずです。あ、でこの状況すごい好きなの。トワキくんの。トワキくんの。ガーってもう下半身がこう絞り出されるようでね。このしなやかなためが効いてていいよね。浄化して戦闘の構造と一番後ろにいるのがこれか、この一歩踏み込む戦闘っていいよね。今やった天ですね、後ろに3人いましたけど一番行ったのが、これ演じてるのだってな。
か僕からよく動くんだよ。もう無理でした。で、このね、動く移動量を支えてるのが小沢君とかね。だから演技が早すぎて喋れない。感じで、清志郎くんのなんか思いが溢れちゃうけどね。でもこの曲いいね、やっぱり爽やかなね。3分間って、ね、3分間本当あっという間、やっぱほとんど何もこう 見切れてないなと本番ではって思いますね。思いますね。あっという間に終わっていっちゃうし、でその中で本当にね、6人が本当にいろんなものをこだわり持って演じてるなっていうのをゆっくり見ると改めて感じるし、それをねさらさらっと初見でさ採点しちゃう審判もすごいなって思う ね。私ね、最初に糸って曲全然知らなくて、最初に知ったのはユミタ君の演技でした。あ、そうだね。そうで、なんかそれから特別な曲なんですけど、はい、なんかね、なぜ巡り合ったのかっていう、ね、なぜ私たちは新体操に巡り合ってしまったのかみたいな感じなんですけど、来ます、私たちで来ちゃいますか、はい、私たちで来ちゃうし、多分皆さんもそれぞれね、新体操との出会いだったり、そうね、ね、はい、いろんなチームやいろんな人との出会いだったり、いろんな思いが溢れる演技なのかなというふうに、はい、そうですね。なのでせっかくこうやって見てくださる皆さんもいろんな思いとか出会いがあると思うので、感想とかね、はい、匿名で結構なのでぜひいろいろと情報を教えてください。はい、ということで、はい、そうですね、昨日、ちょっと話題になった事柄にコメントをいただきまして、はい、コメントいただきました。はい、あんこしさんこしあんかな昨日見た時に、なんか後ろから見たらどうなんだろうねみたいな話題があったんですけれども、ね、はい、それについてめぐみコメントをいただきまして、はい、はい、昨日のライブで話題になっていた後ろから見るっていう話、30年ほど昔に確か国士舘大学だったと思いますが、予選と決勝で正面を逆にして演技してました。当時感動したことを思い出しました。はい、すごいね、おしゃれだね。だから後ろから見ても前から見ても美しいんだっていうことを表現したかったのかなって私は思いました。なるほどね、リバーシブルってやつね。だからどこから見てもきっと揃ってるし綺麗なんだぞみたいなのを見せたかったのかな。いばらなんかやってもいいかもね。だって小沢先生そういうふうにおっしゃってるよね、どこから見ても綺麗に、どこから見てもね。なるほどね。新潟の演技会って真ん中でやって四方に観客席が、そうだね、90度ずつなら正面変わるですね。そう変わる。だから団体ね、後ろから見るお客さんもいるけどね、きっとどこから見ても綺麗なような、どうですか、ぜひなってるんだろうなと思います。ジャパンとかね、インカレとか、そうそうそう、前後、ね、変えてみるってね変えてみる予選と決勝で変えてみる見る、変えてもらう、とかそうっていうね。で裏でこんなことや、ね、メイキング部分が分かるとかね、メイキングね、なるほどね。あ、そうそう、栄とかは面白いよね、埼玉栄。ああ昔ね、人がパコって分かれるとこう、そうそう、なんか造形がね、そう出てくるみたいな感じのとかね、ありますよね。お、個人でやってみようかな、カズマさん。お、いいですね、ぜひぜひ。後ろから見てみたいですね。そうですね、そうですね、後ろから見るね、勇気がないんで、なかなかね、そう、でもなんかそういうやっぱ新しい発見とか、ね、やっぱいろんな工夫っていうのがね、用意されてるとかね、そういう選択肢っていうの、自由度があるっていうのがこの競技の魅力だなって思って、冗談です、いいですよ、やってみてください実は良かったってチャレンジしてみたら
ね、思いがけない効能があったんですね。そうそう、うん、いろんな、ね、発見があるかもしれないですね。そうそうそう、新しい技の開発とかにもつながるかもしれないですね。はい、ということで、あと今日は一つお知らせです。もうなんか東インカレあのメインでいろいろライブもやってきましたが、うん、もう今週末はなんとユースチャンピオンシップでございますということで、はい、こちらユースのもう出場選手男子76名団体も25チームということで、すごい、すごいですね。はい、でその中でですね、はい、エキシビションの出演者が追加になってます。なるほど。国士舘大学男子新体操部吉村隆二選手、はい、小田和也選手がエキシビションに、出演する予定ということで、これ去年の前十字の時にも、場合もあります。前十字の時にも国士舘の選手が、うん、田中圭介さんとかね、ね、水戸君と吉村、いや辛いだろうなって思いましたよね見本そう、うん、ね、うん、あのね、若い選手がいるので、うん、若い選手のモチベーションが一気にこう、ね、注がれて注目されるので、ね、ね、まだインカレとかジャパンは個人のために頑張ればいいんだけど、うん、これは本当に、ね、若い選手のモチベーションのために見せる演技なので、うん、どうぞぜひ思いっきりプレッシャーを浴びて頑張ってくださいって、ね、頑張ってください、うん、はい、ね、っていうことですね、はい、リュウジさん見たいなって。そう、前陣のリュウジ君すっごい良かったね、うん、もうなんかもう気迫、そう、気迫、そう、入り方が、ね、そう、もう本当にね、みんなすごく、そう、ジュニアのメンバーに見せるんだっていう気迫がね、もう溢れてるのが伝わってきたし、ね、うん、はい、本当楽しみです、ね、ぜひ頑張ってください。リュウジ君とカズナ君頑張ってください。そう、はい、頑張ってください、はい、あ、すごく良かったですって、はい、完成君もありがとうございます。ます今日ね、先ほど彩香ちゃんからもどんな伴奏曲好きですか、うん、みたいなね、質問もありましたので、皆さんからもぜひ、はい、あの、私去年のインターハイの神崎の曲もなんかね、すごくすごいなっていうの、あれ、ね、仏教画みたいな、なんていうか、あの海とあの王みたいな、あれが作るんだ、すごいなと思って、ね、すごい印象残ってます。でもやっぱ男子新体操、あ、今度作曲家みたいな話来たよね。男子新体操にとってやっぱね、曲はね、避けて通れないっていうかね、やっぱそれが根幹かもしれないよね。そうですね、うん、で昔ね、はい、もう卒業されちゃって辞めちゃったけども、本質は何ですかっていうと、やっぱり曲との一体感ですって言い方するよね。団体だったら6人、選手メンバーの6人の同調性も大事なんだけど、やっぱり曲との一体感、曲との一体感、はい、なんか 音を踏まえてこう動いてもらうとすごいこう気持ち良さというか、ね、前十字のエキシビションは福永さんを初めて生で見て衝撃を受けました。そうだよね、福永君だけはジャパンと同じような感じがしました。あ、この人はやっぱり平常心なんだと思ってね。いつでもどこでも、そう、平常心で、そう、やっぱチャンピオン違うねと思いましたね。だからリュウジ君もぜひ頑張ってください。楽しみにしてます。カズア君も頑張って。頑張ってよ。楽しみ、ね、はい。本当にすごい。ああ、そうだね。すごいですよね。ね、ぜひ今年も、はい、今年は社会人に、ね、出てもらいましょう。はい。でしょう、きっと。あ、ね、あ、イブさんこんにちは。でも終わっちゃいます。終わります。はい。はい。今日も皆さんと楽しく、はい、ありがとうございました。またぜひいろいろとコメントください、はい、匿名で OK ですし、はい、顔出し NG で結構ですし、はい、ダイレクトメールでも、はい、このライブへの、 あの返信でもコメントいただければ、はい、本当にあのお辞儀は誰にもねできないそうだね。国士舘カップで川東選手がね、うん、よく福永選手の真似をしてました、はい、でもね、川東君は川東君で、あのね、移動経路にね、そうね、ああ、そうですね、審判の前を通らないっていうね、そうそう、先進の前は絶対通らないっていう、もうね、本当にね、なんかな、はい、優しいなっていうか、こう気遣いなっていうのはやっぱりそれぞれにありますよね。ありますね、はい、そう、多分ね、こだわってる部分があるんだろうなと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、じゃあ今週は僕たちはユースで楽しみたいと思いますが、はい、初日はいけないよね。初日は行けないので、はい、2日目から行く予定、土日です ね、 なので初日のメンバーの皆さんぜひ頑張ってください。 あ、はい、あと、リクエストを募ったところ、うん、なんかたくさんいただきましたので、はい、ちょっとまたおいおい、ね、紹介していきたいと思いますので、はいはい、またよろしくお願いします。のほこさん、やらさん、お疲れ様です。また見に来ます。あ、いえ、ありがとう。ただ単に騒いでるだけなので
疲れません楽しいです気晴らしになりますので、はい、翼か皆さんこそお付き合いいただいてありがとうございました。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ今来ていただいたらすいません、もう終わっちゃいますが、すいません、もう終わっちゃう。後ほど1時間後ぐらいに、ね、YouTube にあげるかな、上がるかな、はい、していきたいと思いますので、ぜひ来てください。はい、はい、頑張ってね、はい、楽しみにしてるよ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあどうも、おやすみなさい、さよなら。